どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングドン、ユーリさんの歌うドライフラワー、こちらの今話題の曲、このウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。この曲は以前一回取り上げたね、ユーリさんのかくれんぼという曲の、アフターストーリー、女性目線で歌っているということで、前回かくれんぼ、ここにリンク貼っておきます。ここのリンクね、はい、ここでねちょっとそっちもやってみてもらいたいんですけど、いつものように今日のドライフラワーも2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンです。後半のかっこいいバージョンはあのねリズム、すっごくふんわりしたリズムかっこいいんですけど、ちょっとねコツがいるんでしっかり解説していきます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽聴くの最高だけどやる方がもっと最高。あ、今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、楽器やってみたいけど私やったことない、触ったことないとか、私不器用だからきっと無理そうだなと思ってるあなた、そんなあなたもモリモリあっという間にこのウクレレ弾き語りができるプログラムがあります。もうちょっとしたらここにそのプログラムのリンクを貼るんですけど、そこに行ってもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐできます。皆さんやりましょう。ここですよ。行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズが取り溜めてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲、ウクレレ超簡単レッスン動画、すでに1400曲以上取り上げてますよ。他にもいろんな役に立つ情報も盛りだくさん。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。ユーリさんのドライフラワー、まずはガズレレ流初心者簡単バージョンやってみます。ワン、ツー。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌、声も顔も不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色褪せる。物が揺れる、きっと私もどうかしてる、暗闇に色彩が浮かぶ、赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ、好きという気持ちまた香る、声も顔も妙なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてよ。ユーリさんのドライ
フラワーガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、結構ラップです。ラップなんですよ。なんでコードは簡単で比較的ゆっくりなんですけど、この言葉をね、こうタイミングよく入れるっていうのがキーポイントになりますね。この4つで聞いても結構なんていうか深いですよ。歌が本当なんかメロディーラインというタイミングと歌詞の中身も含めていいですね。皆さん取り組んでいきましょう。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジです。フルでやってみたい方、コード進行一緒ですので、2番の歌詞とかこう書き足していただいて、ご自身で楽譜を作って、やってみてください。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレ YouTube 動画と一緒になんとか一緒にできたという方、次のステップはやっぱりご自身だけで歌ってみる。その時もやっぱり紙に書くのが大事になりますんで、その時のね、参考になるようにガズのノートをいつもこうやって画面に映してます。こんな感じで書いてます。ガズはこれ見ながらやってるんですけど、今このガズクラブというサービス始まっております。このガズクラブというのは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のドライフラワーを含むガズが今まで取りためてきた膨大な曲の、楽譜、ノート楽譜を毎月5曲皆さんお好きな曲を選んでダウンロードしていただけるというもう画期的なサービスでございまして、今もうメンバー700名に近づいております。皆さんご活用いただいております。そしてこのガズクラブメンバーになっていただくとものすごいいっぱいコンテンツがあります。まずね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信イベント、実は12月5日明日あります。もうね、課題曲出してて、もうオンライン上でガッと世界中から今アクセスがあります。そこでも1曲をせーのでバーッとオンラインで歌う、最高なんです。これぜひ皆さん体験していただきたいです。で、そこには非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。これがね、有用ですよ、有用。はい。あとはね、皆さんの演奏をアップロードできる場所が3カ所ぐらいあったり、どんな質問にもそこでガズが答えたりしているという面白いクラブ活動、大人のクラブ活動なので、ぜひ皆さん注目してください、ガズクラブね。じゃあこれ写していきます。お時間ある方はどんどん書き出していってください。ここにちょっといろいろ書いてありますけど、これ後で解説しますが、後半やるかっこいいバージョンではですね、いろいろここに細工が加わります。 C を押さえたままって書いて後で解説しますからね。はい。で、上の段を今ゆっくりやったというのがシンプル簡単バージョンで、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てきますよということで、ちょっとこの言葉見てよ、もうほぼラップですからね、もういっぱい言葉詰まってます。この言葉のタイミングとメロディー、まずここですね。はい。一時停止してメモってください。あとはテロップを一時停止してメモっていただくのもいいし、ガズクラブで、ダウンロードしていただいてもいいと思います。はい。こんな感じさっと映していきます。はい、どんどんいきます。はい、こんな感じ。この辺もね、ワンブロック4つになったりとか、いろいろこう後半のかっこいいバージョンいろいろあります。はい。はい、ここはブリッジパート。まさかここはもう本当に早口ですよ、めっちゃ。テンポはゆっくりだからラップに感じないんですけど、演奏してみるとわかるこの早口な感じという感じですね。はい。で、ここ最後の、まあラストのサビみたいなところで終わったということになっております。はい。出てくるコードをこう、紹介します。ここの赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てきます。今やったのはこの7個のコードですね。はい、シンプル。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。この入門コード7個です。この上今映ってるやつはもうガチの入門コードですから。本当に。これは、これです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございます。10個あります。10個もあるのかと思うかもしれないけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単なんですよ。だけど10個覚えると、一斉に覚えようと思うとね、ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してるのは、ここに貼っときます。ここで、コード覚えましょう。今日そのうちの7個、ガズレレ必須コードは必須って書いてあるから、まあ覚えた方がいいですね。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていきましょう。その前に、いつもこのタイミングをお伝えさせていただいておりますけど、これね、歌のね、メロディーのタイミング、なかなかこれはですね、一筋縄ではいきませんよ。ものすごいメロディーライン難しいです。ドライフラワーみたい、君との日々も、この辺のところ、黒い鍵盤のところがいっぱい出てる12音階、もう炸裂でございます。微妙な音程差。これとあとタイミングもありますからね。あと言葉の言いづらさ、言いにくさ。こういうのもあります。赤き藍色とかですね。そういう早口なところの、ここはね、ボーカルまず4つ弾きでしっかりこれ歌えないと、次リズムが変わった時にもう、さらにごちゃごちゃになっちゃうんで、まずは4つ弾きでしっかり歌えるように、聞き込んで練習していきましょう。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説入ってきます。かっこいいバージョンでは1個だけコード追加、このコードです。Fm というコード。これはよく出てくるね、初心者さんが最もつまずきやすい入門コードの、かっこいい、難しいコード。ここと押さえる場所、こことこの3箇所。こんな感じで押さえるのが、こう、教本通り。はい。
ね、なんですけど、ガズはいつも言ってるように、ここの部分をこうやって押さえちゃったりした。上からね、親指で。これ、どっちでも人それぞれ弾きやすい方でいいと思うんですけど、親指で押さえたいなと思う方は手首をこうグッと上、人差し指で押さえたい方はグッと下、みたいなイメージがいってます。Fマイナーを追加していきます。そしてこれはね、リズムなんですよ。今日の出てくるリズムは、ドン、ガズペジオと16ビートのチャ。この2つのリズムなんですけど、この16ビートのチャの中に2パターンあります。これは結構斬新ですよ。ちょっとやってみましょう。ね、普通の16ビートをサビでは声も顔も不器用、こんな感じでダンズンクチャカタカダンズンクチャカチャカのワンブロックだったらこんな感じでやるんですけど、今回の16ビートのチャ前半の A メロ部分なんですよ。 A メロ部分、ここはね、16ビートのチャでもね、最近ちょこちょこ取り上げるんですけど、ちょっと感じが違います。こんな感じで、せーのーダンダンチャッカバンバンダンダンチャッカバンバン、これ結構難しいです。テロップで表すとこんな感じ。タートコタートコチャッカタータートコタートコタートコチャッカタータ、これはですね、何回ももうやるしかないですね。じゃあ F と C と G7 と Am、 これが典型的なコード進行なんで、これでちょっと繰り返してみましょう。せーの、これ、このリズムが結構前半、イントロから A メロまで、これ印象的なんですよ。このリズムで歌うの、なかなか難しいです。なんで、ちょっとこれ難しくてできないという方は、普通の16ビートでいいですよ。ダンダカ、チャッカダカ、ダンダカ、チャッカダカ、ダンダカ、チャッカダカ。まずはこれでやってみるのがいいかもしれないですね。どっちにしてもこの16ビート、こっちでこれだけでも難しいですからね。はい。で、あとガスペジオはですね、途中の、最後のラストのサビの、声も、もうちょっとおとなしくなるところで、これガズペジオを使っていきたいと思います。この2つのリズムの弾き方の解説、ここにリンク貼ってきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオ、16ビートじゃそれぞれ動画がアップロードされておりますので、濃厚に練習してみてください。さっきも言ったんですけど、16ビートのチャっていうのはもうめちゃめちゃ難しいリズムなんで、まず基本は8ビート、その動画の中でも言ってますけど、こういうストロークの基本は8ビートなんで、それでどんどんやっていきましょう。しかもね、この曲ちょっと跳ねてるリズム、シャッフルなんですよね。だからサビでやると、声も顔もダンスバカつけダンスダンスダン、ワンブロック4つ入ってきたりとか、ちょっとこう跳ねたリズム、ちょっと踊れる、しかも速くはないですよね。なんでダンスタクチク、こうちょっとこう脱力した感じの跳ねてる感じ、ここら辺がおしゃれなポイントだと思います。なんでガツガツしてファンキーってノリノリの16ビート点でもないんですよね。もうちょっとも力が抜けてるんだけど、こうなんつうのか、軽やかなグルーブ、こんなのがキーポイントになるかなというふうに思います。あとね、動画の中にこのマーク出てきますよ。この、矢印マーク。これリズムが前にスコーンと食い込んでくるシンコペーションということなんですけど、ちょっとイントロで出てくるからやってみるんですが、ちょっとついでというか、そのタイミングでお知らせしたいのが、これね、C の部分を押さえたままコードを回すっていうことをやります。つまり、1弦の3フレットを押さえたまま、ずっとコードを回していくんですよ。つまり、今イントロのコード出しますけど、F の時も要は C を押さえたままなの。ここずっと F の時も押さえるってことだ。こことこことここでしょ。はい。で、C はそのままでいいんだけど、G7 の時も本当 G7 でこうなんだけど、ここ押さえちゃう。G7 サスポーってことです。つまりずっとコード進行の中にこの音が響いてるってことです。ちょっとイントロでやってみます。せーの。かっこいいでしょ。次の3フレットを押さえたまんまってことですね。はい。これをちょっとやってみます。ちょっとイントロやってみます。せーの。この1弦の3フレットの音がすごく効果的ですね。次で、ダーンダズ、ダーンダンダン。今のダーンって食い込んだところがシンコペーション。わかった？ダーンダダッダーンダン。これはイントロで一回出てくるだけなんで、まあまあ、シンコペーションちょっと注目しておいてください。そして今のイントロの中にフレーズを一個入れます。ちょっと聞いてて。せーの。次ですよ。ちょっとですけどね。今やったのは Am の時に、Am 押さえたまんま、2弦の3フレットをタラランって引っ掛けた。こういうのプリングオフとかにちょっとワンフレーズ、はい、
もう一回。小指で2弦の3フレットをゴレロンゴレロンってこんな感じ。タララダン。こんなイメージ。これはですね、もう躍起になってこうしっかり決めるっていう感じじゃなくて、本当にこう味みたいな感じなんで、なんか、ほんと一瞬で。デレレレン、デレレレンみたいなイメージになるのがいいかなと思います。ちょっとワンポイント、細かいところですけどね、余裕出てきたらこれ入れてみてください。そしてさっきも言ったんですけど、ワンブロックにコードが4つ入ってくるとこ結構増えてきますんで、そこの4つ入ってくる ところのタイミングと言葉のタイミング、このまだシンクロ具合っていうのも面白いと思います。この曲はですね、16ビートのチャート前半部分、ダーンズンク、ダーンズンク、チャカダーダーン、あのリズムはちょっと難しいんですけど、そこを、まあ普通の16ビートでやると、その演奏自体は、ものすごくシンプルなんですよ。特にこう、大行な決めみたいなのもなくて、もう淡々とそのグルーブ、柔らかいちょっと跳ねたリズムの、この安定したリズムの中で、歌なんですよね、やっぱり。その歌のこう、飛び跳ねる感じ、ラップのような、バラードのような、このね、雰囲気がやっぱり独特な世界観だと思うんですけど、それやっぱさっきも何回も言いますけど、言葉のタイミングと音階、このね、縦と横のラインと、このリズム、演奏のグルーブがガッとこう三位一体になると。これがもう相当気持ちがいいと思うんですけど、これはすぐにはできないですよ。よっぽど聞き込んで、もうリズムもね、もうそこの言葉の中にリズムっていうかグルーブも含まれてますんで、ちょっと相当聞き込んでから、何回も練習してやるのがいいと思います。それではやってみましょう。ゆうりさんのドライフラワーガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3、4。せーの、ガチャ。ゆうりさんのドライフラワーガゼレ流かっこいいバージョンやってみました。
いやー、このノリ、この体ごとね、もうグッとこうグルーブを作り出していく感じ。そして言葉でもグルーブが生まれてる。これがですね、気持ちがいいんですけど、まあ難しいと思いますけど、まずは4つ弾きで歌から、まず歌のタイミングから測っていく。そしてだん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 できるところをこう16ビートに混ぜていくという練習方法がいいかなと思います。ちょっとこの曲はね、じっくり長い時間かけて取り組んでいくのがいいんじゃないかなと思います。楽しんでいきましょう。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、十分味わっていただいていると思うんですけれども、今度周りの方にもぜひね、お伝えくださいね。その時にこのガズレレ YouTube、ぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録、よろしくお願いいたします。さあ、アプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってるこの、ストラップ。このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ。じゃーん。はい、リッドミュージック社から出てるこの3冊の本。これはですね、もう、こっちは、この赤と黄色100曲、それぞれ100曲入り。こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですね、もう超わかりやすくて、もう大ヒット中です。この3つで、そろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さん、これ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますんで、ぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではですね、もうまだまだこれからもね、面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや、音楽聴くよりやる方が楽しい。皆さんどんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。